大竹、観客と揉める。一気に雰囲気最悪になったな。ドラマのワンシーンすぎる。ファンやめろ。ファンは選手を育てんとどうする、アホか。ええ、こんな客はできんでいいよ。そらお前あんなゴミ投球してたら言われるやろ。 SNS で暴言吐くのも一緒やぞ。選手が見たらやっぱり気分悪いんや。正直今日の投球内容は反省すべきだが、傷ついた後輩を守ろうとするのは正しい行動なんだから別に叩かれるほどじゃなくね。直接選手に暴言吐いてくるやつとか普通にできんにしろよ。頭おかしいんだから。これは観客が悪いけど、文句言われて当然レベルのひどい投球だったことは自覚しといてくれよ。ネットで誹謗中傷するより直接言った方がよっぽどいい気がする。チームメイトのために怒れる熱い男なんやね、光太郎。よく見たら岡田さん、大竹くんの方ずっと見てる。8連勝からの1敗くらいでそんなイライラすんなよ。どんでん、よう吠えるの、ニヤニヤ。ご視聴ありがとうございました。